INI シングル6作連続ハーフミリオン突破 INI がシックス,スシングルザフレームのリリースを記念して発売日当日の6月26日に ZEP ダイバーシティ東京にて INI60H シングルザフレームプレミアムショーケースを開催した画像熱いパフォーマンスを披露する INI 本イベントでは CD 予約購入者の中から抽選で会場に見にファンの故障 お招待し、タイトルザ・フレームにちなんだゲームコーナーやニューシングルの収録を3曲披露した。ステージにメンバーが登場した瞬間から大歓声が巻き起こり、発売初日でハーフミリオン声を記録したシックスシングルザ・フレームのタイトル曲、ラウドを披露。口元に手を当て叫ぶぶりが特徴的で、INI 史上最も激しいとも言われる楽曲を力強くパフォーマンスした。 二曲目にはメンバーの西博人が作詞、作曲に参加した、ウォーキートーキーを初披露。キレのある激しいダンスや R&B の曲調に合わせ、心地よいリズムに乗せたしなやかな動きなど様々な表情で観客を魅了しました。ラストはキョトヨボンが初めて作詞に参加した I'm a Dreamer を初披露。夢に対する INI の率直な気持ちが込められた歌詞や、 夢のために努力し願えば叶うという希望、夢を叶えるために努力する人の背中を押すようなメッセージが込められた曲を優しく歌い上げた。イベントの最後に一人一人がミニに向けて挨拶をする場面では、佐野雄大がミニの皆さん、シックススシングルをこんなに盛り上げてくれて心から感謝してますし、こんなに頑張ってくれている、応援してくれているミニが僕らの誇りです。リーダーの木村正也は、 もっともっと僕たちも頑張って、いろんな人に作品を手に取ってもらって、たくさん愛していただけるようなグループにこれからまだまだ成長しますし、伸びしろがたくさんあると思いますので、引き続き信じてついてきてくれたら嬉しいです。とコメントした。また、後藤健は見にありがとう。本当にいつもたくさん支えてくれて応援してくれてありがとうございます。今日がスタート、66th シングル。 ザフレームは始まったばかりなので、これから僕たち自身も盛り上げていきたいと思うし、ミニのみんなもついてきてください。と今後も楽曲を盛り上げていきたい意気込みを語り、感謝の気持ちを込めて全員で深くお辞儀をし、本イベントを締めくくった。